組はスマイル本舗の提供でお送りします。はい、どうも風呂上がりではございませんよ別にね、ちょっとこうついたばかりなので、ちょっと飲酒とプラスアルファでちょっと発汗が止まらないという感じでございましてね、まあそんなこんなでございますが、なんともう5月入りましたよ。とうとう皆さん12分の4が終わったんですよ。これすごいですね。5月に入っちゃいましたよ。これもうだって連休でもって、これだってもうね、もう来週まででも10日ぐらい無駄にしちゃうわけですから、もうこれもうどうしますこれ。まあまあいいですけども、まあそんなことでございましてね、あの先週はあのゲストの方に来ていただきまして、お話をさせていただきまして、南雲麻子さんという本当久しぶり懐かしの、方でございましたけども、お会いしてお話をいたしまして、なんか本人もですね、なんかあの準レギュラーの座を狙うみたいなそんなことを言っておりまして、別に狙おうが狙う前がどっちでもいいんですけど、まあでもまあ、 あのちょこちょこ遊びに来たいみたいな話でございましたんで、私の方もね、じゃあ月一遍ぐらい来ればということで何しに行くんだか分かんないですけどね別にね、まあまあまあちょっと、まあ、お話でもちょっとしながらね、まあたまには2人で喋るのもちょっと、まあ、2人で喋るのは楽ですね本当にね、あの脳をフル回転しなくていいだけでも本当に気が楽でありがたいもんだなと思いますけども、まあそんなこんなでだいぶ涼しくなってきましたんで始めていきましょうか。それでは古今亭春菊の今そこ放送局。はい、今そこ放送局でございます。今日から、2018年は5月に入りますね。皆さんもう連休何日間かも過ごしたとは思うんですけどもね、28、29、30と3日間、随分高速の方も混んでおりましたしね、いろいろ大変だったんじゃないかなと思う方もいらっしゃいますが、とりあえずちょっと中休みで今日と明日は、平日ということでございます。私も今日パッと朝子供たちが出てったんで本当にほっとしましたけど、本当にね、あの午前中のひととき誰もいないうちっていうのは本当にね平和な感じがしますよ本当に。でもう一回二度寝したりなんかしてね、そういうのが一番いいなと思います。まあそんなこんなでございますけれどもね、まあちょっといろいろと先週はあのゲストがいらしていただいたんで、ゲストの話で、実はそのゲストにいらっしゃる日の、前日までですね、前日当日か当日前日当日前日かまであの東北ちょっとぐるぐるっと回ってまして、そんなお話もちょっとねできればなと思っております。まあ、その前にちょっとまあいつもの通りでございますが、TORYS というね、劇薬がちょっとこれ一旦飲むともう飲まなくちゃいらなくなっちゃうという劇薬で、なかなかあのインシュリンの次ぐらいに危ないと言われてる薬でございますが、いただきます。しちゃった。さあさあそんなことでございまして、まああの何してたかっていうと、4月の21日からっていうか20日の夜中からですね、23日まで、だから2泊4日みたいな感じですかね、2泊4日みたいな感じで弾丸も含めながら、東北に行ってまいりまして、まあ、東北でまあその演芸をやるということはもちろんやったんですけど、もう一つあの今回はだから東京からね、お友達を何人か乗せて、でちょっと東北のいろいろ面白いところを回ったり、おいしいもの食べたりなんかしてちょっと広めようというそんな形もありましてですね、ツアーを組んで、来ました。ノアという車をね、一番いつも使わない一番最高尾のところも開けまして、そこであの6人乗りましてね、あと行ってまいりましたけども、スタートはね20日の日の夜だったんですが、10時にあの北千住丸井の駅の丸井の裏のね、あの春風とか出てるとかあそこら辺を、集合場所にしまして、パッと10時に出ましてですね、で途中から途中乗車の方が1人いたもんでございますから、その方があの常磐道の守谷から乗ってきまして、でそれで6人ということでございます。私と浜さんとお客様4名ということでね、行ってまいりまして、
まあまあ、行き道なども、ほぼ何もなく、常磐道をずっと、登っていきましたけど、まあ、ちょっと今回常磐道を通って気がついたことが一つありましたのは、いわゆる停車禁止区域っていうのがあるんですよ。いわきの先からですね、南相馬の手前まで、いわゆるその放射能が強いところなので、バイクも走行禁止、車で唯一許されて、その代わり止まったりしちゃいけないという禁止区域があって、そこに放射能の数値が出る看板が置いてあるんですが、まあ率直な感想を言うと、看板の数が減ってましたね。なんかそのなんかああいうとこってなんか面白いんです。なんかちょっと変わったことをする、ものを変えると何かいろいろなその意図というものをですね、考えたり感じたりせざるを得ないという面白いところでして、走りながら、ああなんだこれはなんだ、あそこはなんだっていう数値を見ながら、大変高いね低いねとか言いながら行くところら辺の数がですね、半分以下に減ってましたね。一番高い波江あたりのところのやつが外されたりとかしてて、なんかちょっと嫌な感じはしましたね。そういうちょっと隠すじゃないけど、そういう体質的なものが実はちょっとあったりなんかするんですよ、放射能絡みになるとね。例えば僕は六ヶ所村っていうところがあるんですが、そこナビで八戸までずっと道すらるとですね、バーッと一応メイン通りを通っていくナビで今まであったんで、その場所に使わない大きな施設が見えたりなんかするなぁと思っていたら、それから2年ぐらい経ちましたらですね、ナビで通ったらそういうところを通らないナビになってたんですよ。なんかいろんなことって世の中あんだなぁと思いましてね、ちょっとあまりこう押したりするのは怖いですけどね、でもまあそういうことが世の中ってのはあるんですよ。知らないうちに、気がつかないうちにちょっといろんなことを変えていくということがあるので、やっぱりこういうのはつぶさに見て、感じたことはちょっと口に出していかなきゃいけないなということを思うわけでございますが、まあ、つきましたところですね、今回高速道路が随分伸びてるという噂を聞いたんですが、実は、伸びてなかったというか、終着しては同じなんですが、その先に区間を置いてもう一個高速道路がついてて、まあまだそこはつながってないという、そんな感じになってはいたんですね。まあそんなところでいつもの、まあ、南三陸あたりで降りてずっと行って、6人も人数がいるので、やっぱりその宿にもすぐ入れないし、朝早いと悪いからね、だからちょっと風呂にでも入って、それから休んでから行こうということだったんですけども、風呂に入るにしてもちょっと時間が早すぎると。で、コンビニに入るにしても、まあ、車の中でご飯食べたりするのも狭いし、じゃあイートインがあるところにしようと。で、こう走りながらイートインのあるところ、イートインのあるところだったら、やっぱりね、皆さんこれ覚えておくといいですよ。確かにこれ間違いないんですけども、一番イートインが多いコンビニってどこだと思います？イートインが多いコンビニ。セブンってあんまりイートインないじゃないですか、セブンって。で、ファミマもあったりなかったりで。で、ローソンもあったりなかったりなんですが、まあ 100% イートインがあるのがミニストップなんですよ。ね、ミニストップってもう皆さん知ってます？ミニストップって昔パストラミとかパンに挟んだりなんかそういうちょっと珍しいバーガー系のものとかもいっぱい、手作りするものがいっぱいあったようなそういうとこなんで、なんか食べたりする、飲んだりすることに対してなんかそういうポリシーがあるんでしょうかね。そういうなんか、いう場所なので、そこでなんだい、じゃあ食べようってことになりまして、いろいろと食べたんですけども、まあ、それぞれですよ、皆さんなんかご飯をおにぎりを食べる人もいれば、なんかちょっとまあお腹がもたれてもなんだから、じゃあちょっとスープ系のものにしとこうかなっていう人もいれば、まあちょとりあえず軽くなんかまあで、あと買っといてまた、ね、朝寝てる時に減ったら食べようと思って買ってる人もいれば、そんな中ですね、男前すごいですね、浜祐介さんはね、一人だけ570円ぐらいのフカヒレラーメン買ってましたから、一人でね、もうカップラーメンのフカヒレをわーってやった時にですね、これはね面白いもんに、やっぱりそのそういうフカヒレですから、立派な太いもんじゃないんですよ。でわーっと麺に乗せると全部シャーっと麺にこう
混ざっちゃうやつなんで、結局最終的にスープ全部飲まないとフカヒレがもったいなくなるっていう、そういうパターンのラーメンですね。なんだか普段あんまりそんな食べない人が一生懸命最後までスープ飲んでましたよ。なんかね、なんかちょっと面白かったやつ。でもなんかその結構なんか浜さんもね、でもここでしか食べられないからみたいなものに反応したりなんかする、ちょっと面白いところがありまして、浜さんそんなことしてまして、でいつも行くあのほっこり湯っていうね、あの銭湯が6時から開くんですよ。でそこに6時から入って、6時に入ると9時に追い出されるんですね、そういう銭湯があるんですよ。でそこへ行って、風呂ペッと入って、約まあ2時間近くその休憩所でゴロッとしているという感じで、そこから今度自分たちが泊まる、ワカメというね、まあ本当は今宿泊施設じゃないんですが、まあ民泊をさせてくれるとこがあって、そこら辺、そこに皆さんで朝訪ねていくということになりまして、まあそこで随分とね楽に休ませてもらったんですが、なんと今回そこの宿の主がですね、ちょうどこれ我々行った日のちょうど土曜日に着いたんですが、日曜日が気仙沼市長選挙市議会選挙というというところがありまして、その運転手に駆り出されて朝の8時から夜の8時まで運転してるっていうことを聞きましてですね、うちに違う方がまあ留守番をしてたので、その人にまあ話をして、まあ、休ませてもらったりなんかするということになりました。まあそれでとりあえずまあ21日はそれで休んで、そこから目が覚めてからですね、12時に起きて、2時にね塩田さんというとこ、昔この気仙沼のその復興マルシェというのが、獅子折りのあの45号線からすぐ降りて、昔聖徳丸っていう船がねお引っ張りになってたところがあって、そのそばのマルシェが、でそこで、飲食店をされていた塩田さんが、そこは使えなくなって、もう一回マルシェが移動したところでもう一回そこでも店を出して、で3軒目今度未来商店街という、本格的に地面に家を建てて作るのができまして、そこで3軒目本格的に営業を始めるというので、まあ、その商店街の1周年記念というイベントでね、私と浜さんでやろうということになってましたら、なんと当日当日じゃないんですね、前日というか数日前に浜さんがゴールデン街に飲み行ってる時に、カンガルーコートデシジョンっていうお店がありまして、そこの横道くんっていう大船渡出身の子がいるところに店に行って、今度師匠と言ってこれこれこういうことするんですよと言ったら、あ俺も行こうかなっていう話になりまして、急にメッセージが来て、私も出てもいいですかっていう、あ大丈夫ですよって話をして、まあ、その3人でもって出ることになったんですが、その我々と違う時間帯のなんかそのもっと別で呼ばれてた人がいましてですね、今回はもう我々の中ではちょっとトピックな出来事があったのはその方なんですが、仙台から来ている女装をして踊る人なんです。女装舞踏家、舞踊家みたいな感じで、ですね、和気愛ですよ。和む、昭和の和に空気の気に、で、名字で愛。で和気あいあいみたいな、その和気あい、愛和気だから何どっちでもいいんですけど、別に語るほどのもんじゃないんですけども、まあその方がまあちょっと入ってきてですね、まあ我々のその前客引きをしてくれるみたいなことやってくれたんですけども、まあ、結局最終的になんか浜さんの歌の時に絡ましちゃおうみたいな感じで、絡ましてたんですけど、すごいですね、ハズレでしたねがっつりハズレで、和気あい大ハズレでしたね。でそので我々がこうやって旅をしているやつで、ああいいな、私も一緒にそういう旅行きたいなとかってアピールされて、ずっとそこが下をずっと下を向いてああいいな、そうやって温泉旅行とか一緒に連れてってもらいたいな、ずっと下を向いて大船渡屋台村でそうですね、小田和正のそっくりさん見た時以来の嫌悪感面白いですよね。で浜さんとこう踊り歌ったんで、浜さんの恋はフィーフィーに絡んでくるとこだったんですけど、なんかねコラボをしない感じが面白いんですよ。なんかで例えばフィーフィーがこうやって最後振りがそういうのをちらっと見ながらでも覚えてシンクロさせるとか、一切浜さんを見ないので
その歌の中で学習をしないんですよ。もうね、ああいう人いるんだなと思って、なんかどっかで見たことあるなっていう噂にはなったんですけど、まあその人のことは言えませんけども、なんかその空気読めない感がですね、すげえ面白くて、面白くないんですよ。その場限りだから面白いです。もうそれでだからもう彼がだからフェイスブックやってるらしくてですね、そのリンクされて貼られてるところはなるべくいいねをしないようにして、こっちの詳細がバレちゃいけないので、もうずっと隠れて今んとこ何もなく来ておりますから、もう大丈夫なんですけども、ちょっともうすごい人見つけて知らんぷりしましたね、全くね。もう久々のなんかちょっと毒物を見た感じがしました。なんかでその日はその日はですだから、じゃあその塩田さんじゃなくてその宿に泊まって、じゃあ自分たちでご飯作って食べようってことで、まあご飯作りゃしないんだけど、まあそのお魚市場ってところに行きましてですね、もう思い思いにいろんなものを買って食べたんですが、まあちょっとよかったですね。ホヤとそれからカツオのね刺身がまあうまくて曲がったりとか、まあ、いろいろと、またその宿の方もマンボウを用意してくれたりとかいろいろしてくれたんですが、もうお腹いっぱいになっちゃって、ちょっと残し気味になっちゃったのは申し訳なかったんですけども、まあ、それでもって飲んだり食べたりしながらですね、まあその日は終わったんですね。その日はでとりあえず今回公演は1回だけだったん で次の日は朝9時出発しますよということで、みんな8時ぐらいからガチャ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 起き始めて、で9時出発でどこ行ったかというと、そうですね、気仙沼から約上に何十キロだろうな、60として80キロぐらい上行くんですかね、山田町というところに行きまして、山田の柿小屋っていうところに行ってまいりました。まあこれがですね、ちょっとまあ一般道でずっと、まあ、高速と一般道がまあ郊にあるので、それをまあ乗りながら行ったんですけども、まあ、ちょっと早めに着きましたんで、で皆さんはとりあえず、まあ、今回は東北断片的に来たことある人と来たことない人と来たことある人がいるので、とりあえずまあその被災地の様子の特徴的なね、高田はこんな感じ、大船渡はこんな感じみたいな、そういう説明をしたりしながら、したんで、ちょっと山田町は時間があったんで、ちょっと山田のじゃあ元あった町の方行ってみましょうということで、ぐるーっと回ったら、まあ本当に開発がすごくなされてましてですね、大きな堤防も立ち、その後うちがいろいろでき始めて、なんと、新しい駅が今作られてました。今ですね、三陸鉄道っていうのがありまして、久慈っていうところから、その今宮古まで当時通じてまして、それで今下が、釜石から大船渡へつながってるんですね。でこの間が実はもともとは三陸鉄道じゃなくて JR 線で山田線という線がつながって、それが盛岡まで行ってたんですけども、なんとこの山田線を JR が復旧した後、三陸鉄道に第三セクターとして下ろすということが決まりましたので、なんと三陸鉄道が久慈から大船渡まで一直線でつながることになったんですね。それなんで今新しい駅をずんずんこしらえているという、そういう途中で、まあ、その駅の中心にそれでまた商店街ができたりとか、それからまあその山田町の負の遺産というのが一つあって、それは何かというと、もちろん被災した瓦礫の中に残っちゃったうちじゃなく、もう一個ですね、大雪リバーネットというしょうもない北海道の人たちが来てね、まあ、うまくその町議会を騙して7億円だか8億円だか資金を出させて、自分たちで運営したあの復興の団体があったんですよ。でこれがその何ちょっと高台に銭湯をこしらえて、それを無料での入らせて、我々それは無料で入って恩恵はありましたけども、まあその無用なボートを買ったりジャケットを買ったり、そのなんかお金を湯水のように使ってね、ひどいことをした人がいて、もう捕まっちゃいましたけど、その人も、まあ、そんな後をまた見たりとかして、あとそのまた道がこう広がってくる感じ、綺麗になった感じとかね、まだ残ってるうちもあったりしたんですけども、そういうとこ見たりとかっていうことで見てもらった後、今度すっとまた柿小屋に戻りまして、今回遠野から2人ね、あの一郎さんというあの方がご夫婦でいらしていただいたんで、柿小屋にパッとみんなで予約しておきましたんで、1時スタート、13時スタートの柿小屋に、まあみんなでもって行きまして、時間はね40分間食べ放題ってやつなんですよ。
それでまあ8人いたんで4人4人で席が分かれて、もう本当にあのね、これぐらいの高さのいわゆるステンレスの蓋があるんですよ。1メートル四方ぐらいの、その中でこう牡蠣を蒸し上げるんですけど、それでちょっとひとし食べると、またスコップでそこに牡蠣をもう一回積んで、もう一回蒸し上げて食べるということなんですが、まあ、我々いつも言っております、若い若いと言いながら若くないですから、あの最年少が浜雄介48ですからね、最年少がね、それ以上の人ばっかりですから、結局最終的にあの俺と浜さんのところに若い人はって言うんで食べ物が来るというでもまあ実はその前の日の気仙沼でも、実はその山代さんというね、気仙沼の大島っていうところの山代っていうところが、出してるその牡蠣を入れてもらいまして、自分たちで剥いて生で出したりとか、それからもう塩水に浸かったそのまんま食べられる刺身のプリンプリンのすごいやつを食べたりとかして、もう前の日の夜も牡蠣だから、もうその日の夕方ぐらいはだからもう肛門から大腸の中、ほぼ牡蠣のうんこです、みんな。牡蠣うんこ。もう本当にもう、魚だったらもう、クワーッと食いつきますよ、みんな。もうね、コマセになるぐらいの、そういう立派なうんこしたんですけども。まあ、そんな感じで、まあ、随分とですね、食べて、でもう40分でもう食べきれないぐらいもう食べましてですね、もうみんなもこんな思いしたの初めてっていうぐらい、もう牡蠣は当分いいぐらいな、贅沢な、まあ、で、なんだ、贅沢、そんなこと贅沢なことして、一人3000円なんですよ、それ一人。それがまたすごくてですね。で、今度その後は、帰り道で、まあ、その遠野から来た人もここで別れちゃったらね、ちょっとまあ、それっきりでかわいそうなんで、じゃあちょっと釜石でもう一回ちょっと、サンフレッシュっていうね、店でちょっと、お土産買う人が買うからそこに行きましょうって、そこに行って、行きましたら、なんと、素晴らしいですね。最年少48歳、浜雄介が、ラーメン食べたいって言い始める。釜石ラーメン食べたとか言い始めてですね、でも一人じゃ食べられないって言うんで、私ともう一人三人でラーメンを。でも釜石ラーメンはすごく麺が細いから、食べられるっちゃ食べられるんですよ。一人前じゃなくて。で、その、前回僕が釜石行った時にそのお話をしたラーメン屋のおやさんのところにまた行ったんですね。その、私がラーメンを注文したら、パッと持ってきて、まあ、醤油の出汁に、細い麺を入れただけの何の変哲もない麺だけどっていう出してきたおじさんのところに店に行ったら、今回ちょっと違くてですね、なんかもうちょっとポジティブなこと言ってましたよ。そしたらなんか驚いたことに、その行った一郎さんがいろいろ話をしたら、元新華園っていうところで修行してたと。新華園っていうのは実は釜石ラーメンの発祥の店と言われてる店がありまして、でもその新華園は実は新華園の支店がうまいって言われてた、実はその支店の支店長だった人なんですよ。支店の料理長だった人で、その人は今、釜石駅前のサンフレッシュの1階で食堂やってて、だ500円で、本当、でも惜しかったです、本当ね。で、いろいろ見てましたら、なんと、冷やしラーメンっていうのがあって、これ何ですかって、もう、全くだから冷やした、山形みたいに冷やしたつゆに冷やした麺が入って、氷が浮いてるラーメンがあるっちゅうから、夏今度行ってきますよ、今度。古屋敷君連れて。もうこれはまた食べなきゃいけないなという感じでございますんでね、ちょっと今度またちょっと新たに釜石で今度やるちょっとあの話も今いただいておりますので、まあ、そんなことも考えながらということでね、やらせていただきたいなと思いますが、ちょっとまあいい時間になってきたんで一曲聴いていただきましょう。今そこ演芸団のテーマでございます。どうぞ。笑うことがこんなに素晴らしいことだったなんて、本当バカだったよ、大事な時に何するべきか、ちっとも考えずに暮らしてたなんて、今僕らにできることを胸に残った傷の今すぐそこに今すぐ
くそこに届けたい気持ち。ある晴れた午後に訪れたモンスター、途方に暮れたあの日、誰かのために自分のために、みんなのため、もちろん落語のために、特別なことをしたいんじゃない、不安から逃げるためじゃない、今までの恩返しのために、今すぐそこに、今すぐそこに、今すぐそこに届けたい心。この番組はスマイル本舗の提供でお送りします。はいはい、歌の後でございます。メッセージいただいておりますので読ませていただきます。師匠こんばんは、デニコです。今日は暑かったですね。世の中ゴールデンウィークですね。今日明日は平日だけど、店の店主がどうせ客なんか来ねえんだから休みだと、だから私は9連休であります。あまり長く休むと給料が少なくなる。娘は仕事だから朝ごはん作ったり掃除したりしてます。あ、シャンシャンが見たいから応募したら落選のハガキが。どこへも行かず暇を持て余しています。師匠に質問です。今の時期布団は何をかけてますか？毛布じゃ寒いし布団じゃ暑いし教えてください。ではまたバイチャーと。はい、シャンシャンの落選のハガキでございますね、これね。はい。ちゃんと真面目に応募されているということで。素晴らしいなと思います。取れましたか？あ、やってます。はい。シャンシャン落選のハガキですね。はい。はい、シャンシャンが寝ゲロしてるってことですね、これね。そうですか。まあでもね、まあこの時期でもね、実はですね、うちは昨日ですか、いつも毎年春と秋に大掃除をするんですよ。暮れの大掃除がめんどくさいっていうことがあって、あとその年に一遍しかやらない大きなことをやるのが嫌なので、春と秋にちょっとずつやっちゃうというのが毎回決めて、それでいつも衣替えというかいろんな模様替えをするんですね、うちはね。でそれで、昨日模様替えをした途端になんかうちの中何も変わらないのに、なんかうちの中が熱く感じてですね、なんか不思議な気がしましたね、なんかね。そんないつもより暑く感じたりなんかしてるんですけど、この時期何をかけてるかということですが、私は、かけてません、何も、はい、ただ寝てるだけです。ただ寝てて、で一応横にはそのタオルケット、一応自分でちょっとお金出しまして今治市から取り寄せた
ちょっといいタオルケットがあるんですけど、それをまあ横には置いてあるんですけど、まあ、それをちょっとまあ枕というかその背中にもたれ背もたれに使ったりとかしながら、本当に寒くなったらかけたりするんですけど、まあ、基本的に今ぐらいからそうですね秋ぐらいまではかけません。本当に、本当にかけないままずっといっちゃう感じですね。でさらに僕はあの一応陸にいる回遊魚なので、風が当たってないと生きていけないんですよ、絶えず。でも扇風機はもう昨日からもう回し、夜は回しっぱなしにしてますんで、まあ、そんな感じでもうあの風のストレスを吹く中で、寝てるという感じ、何もかけずに寝てるというそんな感じでございます。まあ、これはそれぞれ皆さんね体調とかもありますから、あのいろいろやっていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、続きまして、ラジオネームあなたのキャメロンさん、小師匠こんばんは。暑い日が続いてますが先日はお疲れ様でした。天気が良くてお話日和でと、あ、話の会のことですね。ご近所の方や知り合いの方も来ていただき、ご来場いただいた皆様ありがとうございました。ところが我が家の子供たちのゴールデンウィークは8から9連休なのです。そんなに休むと休みの日がだるくなりそうですよね。好き勝手に過ごしているようですけどね。私のゴールデンウィークはちょこちょこイベントが入ってまだまだ楽しみがありますよ。天気が下り坂だそうです。あまりひどくならないといいなと思うキャメロンでしたと。なんかね聞いたら3日4日天気悪いみたいなねこと言ってましたから、それもなんかちょっとした嵐ぐらいの感じらしいのでね、えあったかきゃねサンダルでもいいけど面倒くさいですねこれね。すげえ降るのにねえそのなんかの靴でね靴変なしても嫌だかなというそんな気もしますけども、まあそんなこんなでまあございますはい、まあそんな感じでね、まあでも本当話の回もまあ無事に終わりまして、今回はちょっと実はシークレットゲストが一人来ておりまして、その人はちょっとその人の先のことを考えるとですねいろいろ情報が出せないというそういう方で、顔出し情報 NG という人でございましたが、まあでもお客様はちょっと喜んでいただけたんじゃないかなと思います。ああいう芸はなかなかね、見ても見られない芸なんでちょっと面白かったんじゃないかなという感じがしております。はい、またご来場いただきました皆様ありがとうございました。またこれからもよろしくお願いいたしますということでございます。さあそれでその気仙沼ですが、柿小屋から帰ってきまして、とりあえず一回部屋戻ると。で部屋戻ってまあ2、3時間運転しながら帰ってくるんで、まあでもお腹こなれるったって、まあ、お腹やっぱり食べてますからね。でも一応まあ一応向こうには、6時半からもう予約してる店が気仙沼にありましたので、まあそこはでも食べ物にも飲み物中心でというつもりでいたんですが、まあそこに行くと。で皆さんはまあ6時半からなんですが、一応私はその、まあ春菜屋兼というお店があって、そのさやかちゃんって女の子が一人娘がいるんですが、その子がインスタを始めたいと。でインスタ始め方がわからないから早く来て教えてくれと、お客さん来てる時におっさってるとおっさんに怒られちゃうから来る前に教えてくれということでまあ行ったんですが、ただすでにもう全部実はできてたんですね。でも友達がいないのでそのアップされたりしないから情報が分かんなかったというだけのことで、一応まあできてましたんで、まあ、いろいろちょっと教えてあげて、こういうふうにやんだよとかいうふうにやんだよみたいなことを教えてあげたりなんかして、その後皆さんがわっと6時半に集まって、そこからスタートだったんですけども、まあ、その春菜屋兼というのはもう本当にもう日本酒が大充実しているお店でございまして、もう本当に日本国中の美味しい日本酒がそこにあるというぐらいな、そういういいお店でございます。それとその、気仙沼の地のものの美味しいものと、それからプラスその季節のものと、いろいろ出してくれるということで、前回は行ったの僕は浜さんと10月ぐらいかな行ったんですよ。じゃその時はもう前々から言われて、今度師匠に秋来る時はね真っ先だからということでございまして、なんと前回はこんな松茸の縦切りですよ。縦切りのペラがもうすき焼きにこう上から巻いてあるみたいな、もうなんかそのトリュフの軟こすりみたいな、そんな感じのすごいものを食わせてもらったりしたんですが、今回まずトップバッターに来ましたのがホタテの生来ましたけど、ホタテの生ちょっとうまかったですね。あのホタテもやっぱりいろいろあるんですよ。その寒いところのホタテはもう完全にサカーって入る、そういう歯ごたえ。でもね気仙沼だからね
ふにゅんって入って、でもこの柔らかさがまた甘みがあってすごく舌にまとわりついて美味しかったんですが、それとそのホタテの綿ですね、あれを生で食うと、実はねあれはね食べていいとこと食べていけないとこって決めてるとこがありまして、今ね大船渡はねホタテの綿は食べないんですね。一回あれで当たった人が10年ぐらい前に一人いたんで、めんどくさいんで食べなくしちゃったという。でもね当たる当たらないいいんですか、本当はね、やっちゃえばいいんだと思うんですけど、でもまあまあそんなこともあったんで食べなくて、気仙沼はまた法律が条例が違いますんで全然いけてるということで美味しくいただきまして、そっからまあもう本当にもう次から次ちょっと写真ちょっと見て思い出そう何が出たか。もうねまあ何しろすごかったんですよ気仙沼は。そうですね、まずそのホタテが出て、それからそうですね、あそう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 、マグロの胃のね煮込み胃袋の、それとカツオ、それがね昨日食べたカツオもうまかったけどまた違う、それあのねカツオのカツオ予選の第1便が届いたみたいなニュースが入ったその日のカツオだったんでまた違うのと、あとはカワハギですね、カワハギをねあのいわゆるそのカワハギの肝と味噌を叩いてあえたやつで食べるという、これはまた贅沢なものをいただいたりとかして、でそのわさびをあホタテを食べて、それからまああとマグロのカマをいただいて、それでね今回の旬はね実はねタケノコだったんですよ。もうタケノコがあるとしては出さないっていうそのお店は、もう旦那さんがすごい銀座アスター出身なんで中華料理もめちゃめちゃ美味しいんですけども、そのタケノコの春巻きを出してくれて、まあこのタケノコの春巻きうまかったな、うん、でお父さんもこの年に一遍この時期しか春巻きは作んないって言ってたんで、とっても美味しくいただきました。でそれともう一個タケノコのその穂先の方のあの焼いたやつがねこわーたまうまかったんですね。それから天ぷら、タラの芽とそれからまたタケノコも一緒に揚げてくれまして、やっぱり淡白なものがねうまいんですね。でそれでもう一個あったのは中華料理が出たんです。今回は酢豚の代わりにマグロを使った酢豚が出まして、これまたうまかった上にですねちょっとびっくりしたのは、もちろん酢豚もうまい、そこにタケノコも入ってタケノコもうまいんですが、そこにね入れてあった椎茸がもう抜群にうまくて、もともといい椎茸をあえて、日に干して中にそのグルタミン酸とかアミノ酸とかを分解させて発酵させたやつをもう一回水で戻してからここに入れてるという、いやちょっとね久々のうまい椎茸食べましたね。それからそのエビチリと食べたりなんかしたんですが、最後に一番最後にねフカヒレマンが出たんです。フカヒレマンが出たんですが、もうそのあごめんなさいですって6人いるけど5個しかないんだよって我々の中でもお腹いっぱい食べられないんで、じゃんけんで勝った2人が半分でいいっていうふうにしたんですね。そういうふうにそれ で私と浜さんが勝ちましてですね、半分ちょうどよかったですね。みんなもうひいひい言いながらもう1個食べてましたけど、まあ、それからお酒もねすごいいっぱい面白いのがあって、で今回あったのね超濃厚ヨーグルト酒っていうのがありましてですね、本当に超絶な高級ヨーグルトみたいな日本酒なんですよ。これ初めて飲んだけど、あんなの本当にちょっと多めに入れてジンかなんか入れてもう飲ませればもう誰でも山口メンバーになりますよこんなの。本当にもう本当に誰でもコロンコロンいきますよこんなの。てか酒だと思わないから本当にね、ちょっと危ないと思って自分でも控えましたもん本当に危ないから。いやでもうまかったですね。でもねいやでも本当にそのケンさんね、よかったです。もうでケンさんもねお話好きなんで、まあ、っていっぱい話したかった、うちらもお腹いっぱい過ぎちゃってもしょうがないんですいませんって帰りましたけど、まあでもそこにでもまあその楽しくその気仙沼を過ごせましたよ。2日間連続みたいに飲んだり食べたりしながらね。それでまあ最後その帰り道に何かちょっとおいしいもの食べましょうよっていうことで、最後の最後ですね、火曜日の日で、あ月曜日か月曜日の日で帰り道に仙台でおりまして、ちょっと我々がもういつも内緒に楽しみにしている荒浜というお店があるんですけど、そこのわっぱ飯を
食べてきまして、まあ、ちょっと私はちょっと 知り合いとシェアして食べて、みんな一人前食べて、いろいろ食べたかったんで、ホッキとね、はらこ飯、うまかったですね。でも本当にこの実はホッキもはらこ飯もいいんですが、本当はここぐらいから6月の半ばぐらいまでがシャコのはらこ飯が出るんですよ。シャコはらこ飯が半分、半人前で3000円ぐらいするんですね。まあちょっと高級なんですけど、まあちょっとどんなもんでしょうってな感じでございますが、まあいろいろと勉強になりましたよ本当にね。あ、だからその後次の日帰ってきてまたごっつり行ってるんですが、もうなんかちょっとお腹が贅沢になりすぎまして、ちょっと質素に暮らしたいなと思うぐらいでございます本当に。まあでもこうしながらね、ゴールデンウィークもまあまあまだまだ残りありますけども、皆さんどうやってお過ごしになるんですかね。私もゴールデンウィークはね、本当になんか知らないけど、もうこれから明日から 1,2,3 日連続3日連続飲み会ということでございます。で、家族には5日の日はなんか予定立てていいよって言ってるので、まあしょうがない、1日ぐらいはね何か身を挺してその参加しないといけないなというところでございます。で、まあ一つね、ちょっとまあ嬉しい話で言うと、このラジオにも来たことがあります、熊本の原田さんというね、金髪のお上さんね、金髪パイセンがいるんですけども、今実は金髪パイセンに今実は会津にいるんですよ、ずっと入院してるんですね。で、どうやら面会ができそうだということになりましたんで、うちも7日の日にも行ってきますから。で、まあどんなもんだかね、1ヶ月ほどもう寝たきりでいますから、もう体はダメでも頭と口は達者ですから、きっと病院の中で嫌われると思うんですよ、きっとね。あ、こういうのじじいさん、じじいうるせえなと思われてると思うんですが、まあそのどんなもんだかちょっとね、またその知り合いの人もこっち来るんで、その人の面倒も見ながらということで、会えるのでちょっと楽しみだなというところもありますね。まあでもね、そうなんですよ。で、まあ、このゴールデンウィークのうちの一日やるのが実はですね、ある方がお引っ越しをされたんですね。で、もらいもんのお酒がずっと溜まってて、その溜まってたお酒がなんとね、ブランデーが溜まってた。ブランデー、ブランデーといえば誰です、石原裕次郎でしょ、ブランデーといえば。ブランデーが溜まってて、それをね6本7本ぐらいもらっちゃったんですよ。で、それはでも飲まない人のうちに置いてあったブランデーなので、果たしてそのブランデーが今飲めるのか飲めないのか、もうかなり瓶もほこりかぶってますし、だからちょっときれいにしなきゃいけないんですけど、まあ、そのことも含めてですね、まあ、その酒が生きてるか死んでるか分かんない中、そのブランデーを中心に飲み会をするということが決まったんですよ。だけどそのブランデーをこの普段たしなんでる人が一人もいないので、何で食った、何で飲んだらいいか分かんないです。で、調べるとナッツとかチョコとかチーズとかそんなのばっかなんですよ。それこそレーズンバターとかね、そんなのばっかだから、何がいいんですかねこれね、全然浮かばないんですよね、そのブランデーをどうした。でブランデーったってそんな僕も飲んだことないですからね。なんかそのなんだっけな、あれな、うちにね、なんかヘネシーがなんかふざけてある人で開けた時にすげえうめえって驚いたことがあったような気がするんですけど、でもそれぐらいなもんで、だからそのね、ほら手でこう乗せるぐらいだから、ちょっと手のあったかみでこう匂いを出して飲むみたいなとこもあるし、でも見たらロックでもいいし水やりでも好きに炭酸でもいいって書いてあるので、まあそれいろいろと確かめてみたいなとは思ってますが、まあどんなことになるかちょっと分かりませんけどもね、ブランデー会。でもちょっとまああのあんまりグズグズになるといけないので。昼から始めることにしておりますんでね、早めに終わらせようという感じでおります。まあそんなことでね、ゴールデンウィークは終わっていくんでございますが、まあまだこれからまた5月になるといろいろね予定が入ってきますので、私も頑張りたいと思います。一つはね、ちょっと今年今月は本当に遊んでばかりで申し訳ないんですが、久々に北海道に遊びに行くことが決まりましたんで、ちょっと嬉しいですね。24、25、26、2泊3日で男3人で行くんですけど、まあね、ちょっと楽しみですよ。ちょっと1人がお医者さんなもんですから、ちょっといろいろおごらせようかなと思ったりなんかしたりしてまして、まあ、ちょっといろいろ店のスリサーチもして、そろそろ予約も入れなきゃいけないかなという、そんなことも含めて頑張ろうかなと思っております。
ですね、また6月はちょっとまたもう一回新たに九州に一回行くことになりました。ちょこちょこっとな数日間ですが行ってまいります。そして、そうですね、6月はなんと武蔵屋さんがあります。また年に一度武蔵屋さんでございますけれども、今回は菊丸さん、門付き袴、それから流し伊豆と、でやるということでございます。毎回100人以上のお客さんがねお運びいただくのでありがたいことでございますが、どんなことになりますかというところでございまして、だいたい6月のまた後半、26ぐらいから、そうですね、まるまる2週間超えですか今回は、東北の旅をしてまいります。だいぶ予定も全部決まってきましてですね、今ね2月3日だけまだ何にも決めてないです。もうでもこれも決めてないけどもうやる行くとこは大体もう分かってるところなんで、もうこれ以上は決まりませんが、今日2日に行くとこが1つ決まりましたんで、もう28から8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11と、すごいですね。14日間連続公演ですね、これね。大変だ。まあ、いろいろと楽しんでいきたいと思っております。そして帰ってくると、なんとすぐにですね、浜佐久寄席の100回記念がございます。もうね、100回記念はどうなっちゃうか分かりませんが、まあ、普通通りだと思いますが、逗子の方から2人ね、パイセンミュージシャンが、もういくつですか、もう60の人と65ぐらいの人が来てくれますんで、ちょっとこれも楽しみなんですね。いいおじいちゃんな、おじいちゃんというかおじさんなんで楽しみにしておりますが、まあ、そんなことするうちにもう蕎麦屋さんの寄せもあったりとかすると、もう7月が終わっちゃうんですね。ということは1年が半分以上終わってるということでございますから、うわー、ここからですね、どうするか。で8月また湯島の独演会もございます。そうやって頑張って出かなきゃいけないということでございますけどもね、頑張りたいなと思っておりますけども、まあそうやって1年が過ぎていくわけですね。まあそしてですね、私もまあちょっとね、今この間あの柳さんで写真撮影、私のね、あのスタジオ でそこのスタジオ、まあ、ちっちゃいスタジオなんですけども、まあ10から20ぐらいはゆっくり入れそうなとこなんで、ちょっとねそこであのシークレットの落語会でも始めようかなと思ってます。シークレット、まあ、ネタ卸しの会っていうんですかね、やっぱりネタ卸しもやらないと脳内活性がされていかないので、ちょっとそういうことも含めてネタ卸しの会をちょっとやっていこうかなと、せっかくなんで柳さん落語大好きな人なんで、ちょっと柳さんに無茶ぶりで一席つけても、一席言ってもらって、それと何かみたいな感じでやるのも面白いかなと。まあね、自分に合う合わないの話もありますけども、とりあえず何でもやっていくのは大事なことなんで、でダメなら捨てちゃえばいいんですから、本当にそんなものはね、そんなことでございます。まあ、そんな感じでちょっと、まあ、柳井さんとも相談してそういう会をできればいいなと思ったりなんかしております。まあそんなことでね、こうやって1年もどんどん終わったりなんかしていくわけでございますが、皆さんもどうですか、これゴールデンウィークはね。でもね、10日も休んでどうするんだって話もなりますけどね。うちの実家も商売してますけども、みんな結構いい年なんで、ちょっとでも平日があると無理でも出てきますから、皆さん本当にね、うちにいてもしょうがないからつって、もう全然休まないですよみんな。まあそれはそれでいいかなと思ったりなんかしますが、まあそしてこんな風に終わっていくわけですが、あと1分ほどでございますね。こんな感じで飲みながらということでございます。まあ、先々の予定を言うとですね、またそのさっき言った南雲さんがまた来てくれるということも決まっておりますが、その中の一つに6月の12日の火曜日なんですが、この日に僕ね九州から帰ってくるんですよ。で10時に着くか着かないかって感じなんですよ。で着かないと彼女が一人でここで始めるっていうパターンなので、そこに後で飛び込んで僕が入ってくるという、そういうパターンのラジオになるので、自分の番組に素人一人を残して、バスとか遅れちゃったら面白いですねこれね。なんかまあいろんなこともあるかと思いますけども、まあ、いろいろと頑張ってやっていきたいと思っております。まあ、面白いことができれば一番楽しいのでね、それがいいんじゃないかなと思っておりますけども、そんなことでございまして、皆様、また来週でございます。さようなら、おやすみなさーい。